全景ファーイーストフィナンシャルセンターは、香港の香港島北部、本州地区に位置する超高層ビルである。本州の間濁道に面し、立法センターの隣に立つ超高層ビルである。1982年に完成し、地上48階建て、高さ175メートルを持つ建物である。主に、テナントオフィスビルとして利用されている。 香港の不動産会社である信和桶業が管理、運営している。壁面全面に金色のハーフミラーガラスを使用するなど、付近のビルの中でも非常に目立つ建物である。中間や今週の超高層建築群の中でも比較的早期に建設された建築である。香港島のスカイラインを形成する建物の一つで、ビクトリア湾を挟んで対岸の急流側からでも望む。 ことができる。屋上に巨大な広告のネオンサインを載せており、香港島の夜景に寄与している。周辺の立法センターや、バンクオブ、アメリカタワーや、カズノリタワーとは、ペデストリアンデッキで繋がっている。ありがとうございます。